聞き耳立てチャンネル。さあ始まりました。今回の動画では中華声ミックスボイスの発声方法を伝授したいと思います。ミックスボイスが出せるようになるとある程度高い声が楽に歌うことができるという。そして今までですねいろんなボイストレーナーの先生にですね、教わったことがあるんですけども、いろんな発声方法、イメージがあるんですが、例えば鼻から声を出してくださいとか、鼻と口の間から声を出すようにしてくださいとか、頭の上から声を出すようにしてくださいとかですね、まあ、いろいろあるんですけども、僕がですね、いろいろ試してみた結果、タレントの出川さんの発声方法が一番ベストなんじゃないかなと、そこにたどり着きました。声を大きく出すではなく、声を響かせるという部分が大事な部分になってくると思います。それでは具体的にどこを響かせるかと言いますと、口の中の奥を響かせます。これが口だとしますと、口の奥、ここの部分を響かせるというよりかは、ちょっと斜め上、ここの部分を響かせるイメージになります。実際はですね、カクッ、歯にぶっかカクン、カクン、一番奥にぶつかる部分のちょっと上側、音を当てて響かせるというイメージになります。それではお待たせいたしました。ここを響かせながら、出川さんのモノマネをねちょっとしてみたいと思います。出川さんの、名台詞と言いますと、やばいよやばいよになります。それではやってみます。やばいよ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 やばい、あー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 、やばいやばいよやばいよ。はい、皆さんもどうぞ。はい、恥ずかしがらずにどうぞ。はい、上手にできていますでしょうか。ポイントとしては、一番響きやすい出川さんの声、もう一度やってみます。やばいよやばいよ、これよりかはですね、やばいよ、やはり、口の奥の、ちょっと上側に声をぶつけるイメージで、やばいよやばいよやばいよです。やばいよやばいよ。皆さん、一番響きやすいイメージで出川さんのモノマネできましたでしょうか。これからですね、出川さんの声のイメージから自分の声に戻していきます。響かせ方は出川さんの発声方法のままでお願いします。それでは、まさきくんもやってみたいと思います。やばいよ、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 というような形で自分の声に戻していきます。はい。ということで、皆さんできましたかね。それでは、今回の練習曲は、オフィシャルヒゲダンディズムのI love という曲を歌ってみたいと思います。高まる愛の中、変わる心情の中、燦然と輝く姿はまるで水槽の中に飛び込んで溶けた絵の具みたいな、イレギュラー。
いかがでしたでしょうか。オフィシャルヒゲダンディズム、高いですね。今回も動画最後までお付き合いありがとうございました。聞き耳のボーカル、まさきでした。